はい。それではですね、時間になりましたので、えー、セッションの方を始めていきたいと思います。本日は皆さんご参加ありがとうございます。えー、本日はですね、えー、AWS とハシコープと共催でですねあの、AWS のウェビナーシリーズという形で、ハシコープボルトを使用して AWS 環境を根本から保護するという、今こういったタイトルのセッションをですね、の AWS の,あの桜屋さんと私、桂田の方でですね、あの まあ、やらせていいいいたただきたいと思まますすどうぞよろししくお願いしますで簡単な自己紹介なんですけれども、私、あのハシコープでですね、パートナー・ソリューションズ・エンジニアという形でですね、えー、パートナー様、まあ、SIA 様からですね、あのクラウド・パートナー様、あと ISB ・パートナー様、さまざまなアライアンスを担当する、まあ、技術職としてですねあおります、桂と申します。よろしくお願いします。桜井さん、ぜひ、はい、自己紹介、よろしくお願いします。はい、えー、AmazonWeb Services Japan の桜井と申します。 パートナーソリューションアーキテクトというロールで、AWS のパートナーの皆様の技術支援を行っているロールになります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね本日あの、こういったタイトルで始めさせていただきますが、まずですね、セッションの流れとしましては、ですねあの AWS の桜屋さんの方からですね、AWS としてのですねセキュリティの,あの考え方みたいなところをまずご紹介いただくというところからあの始めたいと思います。それでは桜屋さんの方から少しよろしくお願いします。はい 今、画面共有いたします。はい、画面見えます、はい。ありがとうございます。では、私の方からですね、AWS のセキュリティ概要ということで、20分ほどですね、お話をさせていただければと思います。えーまあ、簡単に自己紹介は先ほど済んでますけれども、パートナー様の技術支援というところで、まあ、と特にその中でもですね、s a ス s であったりとか、サーバーレスといった領域で、 強みをを持ってて支援をしておりますで私のセッションで話すテーマなんですけれども、AWS 上でシステムを開発、運用するために、まあ、セキュリティの考え方ですね、どういうところに気をつけなければいけないのか、そういった指針であったりとか、AWS 上でのベストプラクティス、それからどうやってそれを AWS のサービスを使って実装していくかといったですねリファレンスソリューションとか、まあ、そういったものをですね紹介させていただきます。 でその中でも特にですねセキュリティー、やっぱり幅広い領域なので、えー、今日は特にデータ保護という観点で、ですね、えー、機密データの保管、暗号化の方式であったりとか、シークレット管理とか、えー、そのあたりを中心にですねお話しさせていただければと思います。えー、まず最初にですね AWS の責任共有モデルを紹介したいと思います。これはですねべてのまあ基本となる考え方でして、 クラウドを利用するにあたってはです、ね、クラウド側とお客様側でそれぞれやらなければいけないことというのがあります。AWS においては、これをです、ね、責任共有モデルという考え方で示しているんですけれども、AWS 側ではです、ね、クラウドのそのもののセキュリティに対する責任を負っていますということで、例えばデータセンターの管理であったりです、ね、電源の管理とか、電力の管理とか。 まあそこからつながって、物理サーバーの管理とかですね、そういったところをお客様の代わりに行っていると。でその上で、ですね作るもの、システムについては、お客様側でやっていただくというところで、お客様はクラウド内のセキュリティインザクラウドの部分ですね、ソフトウェアであったりとか、アプリケーション側をやっていただくというような、そういった責任共有のモデルがあります。 で、今日のまあトピックの中心であるデータ保護という観点ですと、まあ双方やる部分はあるんですけれども、一番上のお客様のデータを保護するというところは、お客様側でですね、自由にやっていただく部分が結構強いところですので、そのあたりを今日は中心にお話をしていきます。で、これはですね、どの AWS サービスを使うかという部分でもですね、やり方はそれぞれ変わってくるところでして、 お客様側の責任になっているこの青い部分もですね、AWS のサービスを使うことによって、代替できたりもします。例えば、ID とアクセス管理であれば、AWSIAM によってこう社内の権限を管理して、それから IAM アイデンティティセンターを使ってシングルサイン,オンを導入して、AWS のアカウントをマルチアカウントでも管理しやすくするとかですね、そういった方法を取ることもできますし、 ネットワーク保護に関しては、例えばオンプレミスと AWS のネットワークを平域でつなぐダイレクトコネクトと呼ばれるサービスであるとか、アプリケーション保護という観点では WAF とかシールドアドバンスといったところを使っていただいて DDoS の保護まで,です、ね、やるとかですね、そういったところを AWS のマネージのサービスを使うことによって、お客様側の負担を少なくして、セキュリティを高めるといったこともできるようになっています。 AWS 環境とセキュリティを考える上でのポイントというのがいくつかあります。えー、セキュリティをやっていこうといってもですね、まあ、どういうことをやらなければいけないのかというところで、ここにいろんな観点が上がってますけれども、例えば一つ目、包括的なセキュリティとコンプライアンス統制の継承というところでは、やっぱりこうシステムが多くなったりですね、アカウントが多くなったり、まあ、社員が増えてきたりすると、えー、最初はですねこう統一できていたセキュリティポリシーを 全社的にこう、強制していく、統一していくというのは、やっぱり難しくなったりしますで。こういったところをですね、なるべく手間をかけずに仕組み化するような統制の仕組みというのが、えー、必要になってきます。えー、それからプライバシーとデータセキュリティについては、えー、この後詳しく述べるので飛ばして、えー、3つ目、可視性という観点ではですね、えー、これも運用面になりますけれども、今、自分のアカウントのセキュリティ状態がどういう風になっているかとかですね、 どういう異臭が上がっているかとか、優先度はどれくらいなのかとか、まあ、そういったものをです、ね、こうダッシュボード的に一目で分かるようにする、可視化というところも重要になってきます。それから4点目、ここも工数を下げる目的ですけれども、まあ、人の手を返すとやっぱり時間もかかりますし、ヒューマンエラーによるミスとかも発生してしまうので、なるべくこうサービスを連携させて、ですね、えー、自動化しましょうといったところも観点としてはあります。 それから最後、パートナーソリューションの活用というところで、AWS のサービスだけではなくてですね、パートナー様のソリューションを使うことによって、よりセキュリティを強化したりですとか、そういったところもですね、選択肢としてはありますので、頭の中にですね、パートナーソリューションも使えますよということは置いておいていただければと思います。AWS サービスのカテゴリーとしては、こんな感じになっていてですね、 まあ、ID とアクセス管理、発見的統制、インフラ保護、データ保護、インシデントレスポンスという形で、えー、まああの発見的統制とありますけれども、えー、じ発見だけではなくてですね、こう事前に保護をしておくフェーズから、何かあった時に発見して調査を行うために活用できるサービス、それから調査の結果、えー、原因を特定して修復まで行うインシデントレスポンスのフェーズまでですね、こうエンドツーエンドで 一貫してセキュリティの対応を行っていくことができるように、たくさんのサービスが揃っています。で今日は一つ一つ詳しくはご紹介しないですけれども、えー、メインのトピックである、まあ、データセキュリティに関してですね、どういうことをやらなければいけないのかというところを次にお話しします。えー、大きく2点考慮事項がありまして、 まあデータのセキュリティということでですね、こう、どういうデータが入ってくるか、どれくらいの機密度なのかとか、インターネット越しにこう、アクセスできていいかとかですね、どういうような法律に従わなければいけないかとか、そういったものはお客様のシステムによって様々になるので、このデータの統制権といったところはお客様が所有する形になっています。AWS 上にあってもですね、AWS がそのデータを統制するようなことはありません。 当然こう社員がデータを盗み見るようなこともないですし、勝手に移動するようなこともないです。データを格納するリージョン、えー、まあざっくりというと国はですね、お客様側で指定ができますし、何かこう当局からデータを開示してくれというような依頼があった場合も事前に通知というのは必ず行うようになっています。 でこういったところはですね、やっぱりこう、法律に準拠するという面とかですね、コンプライアンス要件に準拠するというところで、お客様側に委ねられている、お客様側が自由にできるというところが、一つ AWS を使うメリットになっています。2点目のデータの暗号化に関しても、考え方としては同じで、お客様がですね、自由に自分たちの要件に合うように実装ができるようになっています。 えー、自分の鍵、暗号鍵を使って、えー、任意の暗号化、アルゴリズムを使って暗号化するというようなことが当然できますし、まあ、もしですね、そういったことがちょっと面倒で、なるべく個数を減らしたい、マネージドな機能を使いたいということであれば、AWS サービスの、えー、デフォルトの機能を使ってですね、暗号化するようなこともできます。 そういったところで、まあ、AWS においてデータ保護を行うにあたってはです、ね、お客様の選択の自由というのがかなり確保されているというような形になります。そもそもです、ね、このデータ保護っていうものが、まあ、最近こうよく聞かれる背景として、まあ、たくさんの課題がありますと、まあ、どの企業も同じような課題に直面しているんじゃないかなと思いますけれども、例えばこう非常にこう変化の流れの激しい まあ、昨今のトレンドがありますけれども、まあ、規制要件というのもです,、ね、こうすぐに変化してくるので、新しく法律が出て、これに準拠しなければいけないとなったときに、当然、システム側も対応が求められますと、えー。それからグローバルビジネスを行っている会社さんは特にそうですけれども、国とか地域ごとにです、ね、異なる法律の要件に従わなければいけないということで、まあ、例えば代表的なのだと GDPR ですとか。 まあそういった要件をですねこう詳しく調べて、システムの対応が必要になるというところで、ここもかなり個数がかかってくる部分かと思います。で真ん中のところで、ですね当然、第三者による悪意を持ったこう攻撃というのもどんどん増加、それから複雑化してきていますし、4点目で、ですねこれも法的なところに絡んできますけれども、まあ、監査ログを詳しく取って、報告の義務があるというようなですね、 そういったところも業界特有の要件としてですね、えー、あるかなと思います。それから最後にですね、こう変化の流れの激しい時代だと申しましたけれども、まあ、クラウドのサービスの進化とかですね、えー、ここの部分も非常に速度速く変化していきますので、えー、こう必要なセキュリティのサービスの使い方をですね、こう勉強しなければいけないということで、 この知識、ナれッジの獲得というのもですね、非常に大きな課題の一つになっているかなと思いますで。こういった課題に対してですね、AWS のサービス、それからパートナーのソリューションを使うことによって様々解決できますよという話なんですけれども、まあ、実際にデータ保護をやろうというところになって、ですね、じゃあそれをやったからといって何が嬉しいのかというところで、ですね、二の足を踏むお客様も結構多いんじゃないのかなと思ってます。 セキュリティ全般そうですけれども、やっぱりこうコストセンターと見られがちというかですね、あの、まあ、何かこうインシデントが起きて、えー、顧客の情報漏えいなんかが起きてしまうと非常に損害になるわけですけれども、まあ、ちゃんとこう未然にインシデントを防げたという、まあ、セキュリティの効果というのはですね、なかなか見えづらいし、会社としても評価されづらい部分かなと思ってます。ただですね、あの、 こういったセキュリティ対策というのは、まあ、投資というふうに考えていただいて、ビジネス上の成果をちゃんと生み出すものであるということをですね、ここでは説明しています。知的財産及びトレードシークレットの保護ということで、大事なこう会社の財産も守れますし、まあ、それによってお客様とこうちゃんとこう関係を構築してですね、ブランドの信頼性というのも保つことができます。 それからコストセンターと言いましたけれども、まあそこまでですね、こう大げさに考えていただかなくてもよくてですね、AWS のサービス活用いただければ、なるべくこう人の手を介さずに、作業の短縮化というのもできますし、ビジネスの成長に応じてですね、大規模にこうシステムがスケールしてきても、それに合わせてセキュリティサービスですね、対応できるようになっています。それから AWS のサービスですね、様々なコンプライアンス要件、すでに取得しているものが多いです。 例えば PCIDSS に準拠したサービスとかがあるので、まあ、そういったものを使っていただければですね、そういったコンプライアンス要件にも準拠しやすいというところがありますので、こういったところでもですね、高数の削減に大きく貢献できるかなと思っています。ここからはですね、具体的にやるべきことについて説明しますけれども、 データ保護に関してはですね、大体4つぐらい大きくやるべきことがあります。データの保存時の暗号化と転送時の暗号化、それからアプリケーションクレデンシャル、まあ、シークレットと呼ばれる秘匿情報の管理、それからライフサイクル管理ですね、こういったものを自動化して更新していく作業であるとか、そういった運用面の作業が4つ目になります。 これらはですね、セキュリティ系のサービスでもそうですし、AWS の場合ですと、例えばデータベースとかストレージのサービスに関しても、ですね、それぞれそちらの方でですね、暗号化の機能とかがついていたりするので、AWS ではセキュリティかなりの最優先事項としてですね、非常に力を入れているところになります。具体的にデータ保護に使えるサービスというと、まあ、このあたりなんですけれども。 ま、個々には説明しませんけれども、まあ、鍵の管理、保管から、プレデンシャルの管理、自動化までですね、幅広く対応できるようになっています。各サービス興味ある方はですね、えー、詳しくこの後詳細見ていただければと思います。で、こういったものを使うとですね、エンドツーエンドでデータ保護ができますよということで、まあ、AWS にデータを持ってくる段階からですね、オンプレミスから持ってくる、ユーザーの環境から持ってくる段階から、 AWS に持ってきた後にですね暗号化などを施して機密性を維持するというところ、それからクラウド内でですねデータを移動するところ、あとは認証認可、それからシークレットの管理、それからログを取ったり、コンプライアンス要件を満たしているか、継続的にチェックをしたりですね、そういったところまで、最後までやることができます。 それからその後もですね、セキュリティにはやっぱりこう、付きまとう問題ですけれども、なるべくコストを下げたいとか、パフォーマンスを上げたいとか、えー、効果要請、スケーラビリティの設計というところに関しても、AWS から様々なガイドを出してますし、えー、複数リージョンまたがった構成なんかもできるような、えー、ソリューション展開してますので、えー、こういったところを活用いただければ、一通りのデータ保護はできるような形になっています。 ここには AWS サービスしか書いてませんけれども、当然パートナーソリューションもここには入ってきます。ハイブリッドで使っているお客様も多いので、このあたりはですね、この後のハッシュポークさんの話で、ボールとここでどうやって活用するかですね、そういったお話がしていただけるんじゃないかなと思います。最後にですね、セキュリティ要件に関して補足をしておきます。 セキュリティデータ保護をちゃんとやりましょうということは分かっているけれども、まあ、結局どこまでやればいいのかという問題がです、ね、あるかと思います。まあ、どういうところまでやればいいのかはです、ね、システムの特性であるとか取り扱うデータの機密性であるとかそういったものに応じて変わってきますけれども、このあたりですね、なかなかこう社内に標準化されたです、ね、基準がなかったりとか専門家がいなかったりすると、 まあここをですねどこを落としどころにするのかというのは、なかなか判断に迷うところかなと思います。セキュリティはやっぱりこう終わりがない作業なので、当然、対応すればするほどですねコストも、コースもかかってくるというところで、そのトレードオフ考えて、どこかで落としどころをつけなきゃいけませんと。じゃあ、どういった要件をですねベースラインとしてセットすればいいのかというところで、ここもですね AWS からこう提示しているものがいくつかあります。 AWS セキュリティハブというサービスがあるんですけれども、まあ、これはですね、AWS アカウントの中で作られているシステム、AWS のリソースに関してですね、セキュリティのベストプラクティスにちゃんと準拠した状態に保つための、えー、継続的な監視とか、えー、可視化といったものをするサービスなんですが、えー、どういった要件に準拠していればいいかという指針となるベースラインをです、ね、いくつか定義しています。 例えば真ん中の CIS AWS Foundations Benchmark というところでは CIS の要件の中でですね AWS に特化したサブセットを作ってまして例えば S3 バケットが暗号化されているかどうかとかですねプライベートなコンテンツがパブリックになっていないかどうかとかそういった設定をですね継続的に監視してくれるようなことができますなので何か要件の設定に迷うというようなことがあればですねまずはこういったものをベースに考えていただいて このセキュリティハブを有効化してみてですね、今どれくらいなのかというのを確認していただくのが良いかと思います。有効化するとですね、これスコアという形で今100点満点中何点で足りないところはどこみたいなものをダッシュボードで出してくれるので、それをもってですね、対応するかどうかを決めるという流れがですね、一ついいかなと思います。 これ以外にももう一つありまして、AWS Well Architected Framework というものがあります。こちらは聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。AWS 上でシステムを構築する上で、どういったベストプラクティスに準拠すればいいのかというものをですね、ガイドとして提供しているホワイトペーパーになるんですけれども、この中にですね、まあ、一般的な設計原則プラス各分野に応じた プラクティスというのがまとめられています。まあ、運用とか信頼性とかパフォーマンスとかいろいろあって、その中にセキュリティの柱というですね、セキュリティ関連の項目があります。で、10個ぐらいですね、こう、カテゴリー別にどういうセキュリティ対策をやっていけばいいのかというのが説明されていまして、例えばですね、シークレット関連についてはこういった項目があります。えー、API アクセスキーであるとか、パスワード、OOS トークンといったものをですね、 ちゃんとこう、専門のサービスを使って管理しましょう。えー、暗号化して保存しましょう、えー。定期的にローテーションしましょうといったですね、プラクティスが紹介されています。で具体的にこれを達成するためにはですね、下の方の過剰書きの部分をやりましょうということで、えー、短期的な認証情報を使うようにするとかですね、ローテーションを運用するとか、監査ログをちゃんと取るとか、えー、シークレットはソースコードにコミットしないとかですね、 こういったことをやりましょうという指針があって、えー、さらにですね、AWS のサービスを使って、じゃあどうやりますかというようなところも提示されています。例えば、IAM アクセスキーですね、性的なこうアクセスキーを使っているのであれば、えー、動的な短期的な一時情報を使った方が良いので、例えば EC2 のシステムであれば IAM ロールを使いましょうとか。 モバイルアプリを作っているのであれば、コミュニティ ID プールが使えますよとか、そういったですね、ガイドが提供されています。で下の方のクレデンシャル類の管理に関してはですね、えー、専門のサービスで管理しましょうということで、シークレットマネージャーであるとか、えー、あとはこの後説明に出てくると思いますが、端コブボールと使いましょうということで、えー、こういったものをですね、ガイドとして提供しています。 なので、まず、特化カレりとしてはですね、今ご紹介した2つのセキュリティハブ、それからウェルアーキテクテッドフレームワークを使って、まず現在の状態というのを把握して、どこまで対応するかをですね、決めるというような進め方がおすすめです。というところで、私のセッションは以上になりますので、この後ですね、ハシコブボルトとかの使い方があの説明していただけるかと思いますので、桂田さんの方にバトンアッチしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。えっと、そうですね。あの、本当に、あの、今お話しいただいたですね、セキュリティの考え方自体はですね、本当に非常に、あの、まあ、どういった、あの、まあ、クラウド、 インフラであってもですね、同じような形で考えなければいけないところでありますので、あの、ハシコープから今日はこの後ご紹介させていただきますけれども、ハシコープが考えるですね、まあ、クラウドインフラに関わるセキュリティに関してもですね、あの、もう本当に同じあの内容でですね、まあ、いかに、あの、セキュリティの脅威から守っていくかというところを会社として取り組んでいるといったところでですね、あの、まあ、あの、ハシ、我々としてですね、あの、 AWS さんとハシコップ同じクラウドインフラを守る立場としてですね、同じ考えでやっていくといったところをこの後私のお話ししていく中でですね、ご理解いただければいいかなというふうに思います。はい、それではですね、あの、<laughs> ハシコップの方からですね、簡単にちょっとあ今、あの、日あのボルトのセッションということであの、ハシコップの簡単なご紹介の後ですねあの、少しセキュリティに関するお話をさせていただければと思います。 で、コっぽなんですけれども、あの、皆さん、あの、今日ご参加いただいている方は、あの、およそ、あのご承知の方、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、あの、まあ、日本だとですね、やっぱりどうしてもテラフォームだとか、あの、ベイグアントとか、そういったツールが非常に今あの、知名度が高いですので、あの、オープンソースでそういったツールを使ったことで、コップしていただいた方も多いんじゃないかなというふうに思います。 で、ただしですね、あの、ハシコープはですね、あの、こういった形でですね、インフラストラクチャーだけではなくて、あの、サービスレジストリー、サービスメッシュを含む、まあ、アプリケーションネットワークのエリアのコンサルであるとかですね、まあ、今日お話しするですね、まあ、セキュリティのエリアの、あの、ボルトとかですね、 あとは、セキュアリモートアクセスを提供するバウンダリーというです、ね、そういったあのプロダクトもですね、あの世の中にお出しさせていただいております。またですね、アプリケーションレイヤーにおいてはですね、ウェイグラントをはじめ、あのウェイポイント、ノワドといったですね、オーケストレーター、そういったものもですね、あの世に出していると、まあ、そういった会社でございます。で、まあ、ここでですね、少し1点お伝えしたいことはですね、あの実はハ、あのハシコープ自体は非常にまああのテラフォームとっとインフラプロビジョニングが非常に有名ではありますけれども、セキュリティに関しても非常にあの強い、あの 企業でございまして、まあ、去年のですね AWS リインベントでは、ですねあのセキュリティパートナーオブザイヤーをですねあの、まあ、AWS さんからいただい,い,た,だいたりたとかですね、あとはですねあの売上に関してもセキュリティ分野のこういったボル今日ご紹介するボルトに関してはですね非常に今伸びているといったところで、ですねあの、まあ、これからあのマーケットの中でですね、まあ、認知度が高まっていけば、あのユーザーもどんどん増えていくる、まあ、そういったフェーズにいるというふうにです、ねまあ、ご理解いただければという,ふうに思います。はい、はい でそれではですね、あの簡単にあのちょっと前段お話しさせていただきますけれども、先ほどですね、桜井さんの方からですね、あのまあ、シークレット管理の,あの、まあ、重要性みたいな部分をですね、あのまあ、ウェルアーキテットフレームワークの中での,あの、まあ、項目からお話しいただきましたけれども、まあ、そういったですねあの クラウドを今後守っていくにあたってですね、まあ、セキュリティの脅威としてどういったものがあるかといったところの、まあ、数字からもですね、あのシークレット管理みたいなところは非常にまああの重要だとったデータが出ているといったところを簡単にご紹介します。で、まあ、左側ですね、あのいろんな脅威のところでどういったあの、まあ、脅威がですね、あのクラウドを守る上で重要かといった部分においてはですね、まあ、クレデンシャルの部分があの最も高いところにありますし、あとはですね、あのアジアファシフィックのですね、 まあ、あの過去に起きたです、ねあのまあ、セキュリティインシデントの中においてもです、ねまああの、ソーシャルエンジニアリングだとかです、ねまあ、いわゆるクレデンシャルを盗み見るような形での,です、ねまああのまあ、アタックみたいなものが非常に多い。 でまた、ですねあの、まあ、ウェブアプリケーションを、まあ、クレデンシャル盗み入ることと合わせてやっていくといったところで、ですね、まあ、あのクレデンシャルがないこと、もしくはあのクレデンシャルが非常に弱いことがですね、まあ、原因として、ですね脅威セキュリティの脅威になっているという事故がです、ねあの、この、まあ、クラウドというマーケットにおいては、まあ、非常に増えてきているというのが今の現状になります。で実際、ですねあの、まあ、クレデンシャルだけではなくて、あのこういったです、ね、あのクラウドを活用して、ですね今後、まあ、より 良い、まああのまあ、便利なです、ね、インフラ環境あの、アプリケーション環境を構築するにあたっては、成功の鍵はセキュリティであるというふうなです、ねまあ、あのサーベイの結果もです、ね、出ております。こちらは、ね、ハシコープがあの毎年です、ねあのまあ、ハシコープ からお出しさせていているクラウドあのサーベイという形ので,ですね、回答結果なんですけれども、何があのクラウドの成功に最も重要かというところですね、まあ、各あのまあサーベイの回答者の方に確認したところですね、一番高かったのはやっぱりセキュリティだといったところでですね、あの今後ですね、えー、今あるオンプレのインフラをよりクラウドに上げていく、もしくはクラウドのインフラをよりクラウドネイティブな使い方をしていく、まあ、そういった関係、まあ、環境を構築するにあたってですね、まあ、セキュリティといったものがですね、非常にまああの 企業としてはです、ね、重要なポイントであり、投資しなければいけない対象であるというふうに理解いただいているといったところも、これもです、ね、マーケットの創意なのではないかなといったところもデータとして出ているわけです。でこういったです、ね、セキュリティなんですけれども、別のデータとしてまたあの面白いデータをお見せしますけれども、えっと、実際です、ね、あのこういったあの先ほどのクレデンシャルも含むいろんなあのセキュリティ侵害というのはですね、 増加傾向にあります。クラウドだとかですね、いろんな SARS のサービスがですね、世の中にたくさん出ることによってですね、攻撃面が増えてきているということもありますし、いろんなレベルのエンジニアの方がですね、簡単に使えるクラウドサービス、そういった中でですね、攻撃をする方からするとですね、攻撃しやすい環境といったところもですね、出てきているといったのも一つ現実としてありますで。またですね、こういったですね、クラウドにおけるそのセキュリティ侵害に関してはですね、82%がですね、 人が関与,したあの関与しているものであるといったそういったデータもあります。これも非常に重要なポイントで,でして、あのまあ、昨今、です、ね、いろんなあの、まあ、インフラ、まあ、クラウドサービスあの、まあ、AWS のようなそういったサービスも含めてですねあの活用していくにあたって、ですねあのサービスとしてですね便利な反面、まあ、複雑な操作であるとか、ですねあの、まあ、いろいろ新しい機能どんどん増えていく中で、ですね、えー、実際にですね、 システムとして守れている部分、守れていると思っている部分がですね、人の操作のミスによってですね、セキュリティ侵害の原因になっているといったことが82%もあるといった形になります。またですね、あの、そういったですね、あのセキュリティ侵害の中でですね、特にあのウェブアプリケーションの侵害のうちですね、クレデンシャルに起因するものが9割を占めるといった形でですね、まあ、あの今やこういったですね、あのセキュリティをクラウドでうまく活用するためにはですね、 まあ、いかにこう人が絡まずにですね、まあ、自動化をして、かつあのクレデンシャルを守っていくかといったところが非常にまあ重要なポイントであるといったところもこういったデータの中からですね、読み解けるのではないかなというふうに思います。はい。で、これはですね、先ほどあの桜井さんの方でお見せいただいたですね、AWS さんとしてはですね、まあ、セキュリティとしての考え方、まあ、データ保護、 に対してですね、まあ、どういったサービスを顧客が求めるかといったところに関しても、ですね、あのこのスライド自体はです、ね、あの桜井さんのものをそのままお使いさせていただいてますけれども、ハシコップとしても、ですね、あの弊社の CISO のレベル化ですね、まあ、同じ考えです。まあ、いわゆるこういったデータ保護をやる上ではですね、暗号化、まあ、データの暗号化と、まあ、ネットワークの暗号化と、まあ、シークレットの管理、これがですね、まあ、最も重要なポイントだというふうな形で、ですね、まあ、会社としてもあの、まあ、掲げている形になります。で まあそういったところをですね、あのこの後、あのいくつか製品の話をしながらご紹介するんですけれども、まあ、それをですね、あのどういった形でですね、まあ、お客様にご提供するかといった観点で、端、まあ、コープのですね、ボルトというプロダクトにおいてはですね、 ストレージの暗号化を提供するための,、まあ、の KMIP というですね、ストレージの暗号化のためのプロトコルに対応した、まあ、鍵管理の仕組みを提供していたりだとかですね、まあ、コンサルに関してはですね、まあ、TLS のですね、まあ、暗号化をですね、まあ、アプリケーション2アプリケーションの間でですね、接続するようなネットワークの暗号化の機能を提供していたり、またですね、あの、まあ、ボルトをですね、もうすでにご存知の方はですね、まあ、よくある、あの、ボルトのユースケースとして一番、あの、まあ、ピッとくるのが、あの、 まあ、クレデンシャル管理の話だと思いますけれども、まあ、もちろんですね、まあ、ボルトはですね、まあ、シークレット管理の、まあ、製品としてもですね、あの、非常に、あの、知名度も高く、あの、まあ、実績の多い形でですね、あの、積み上げてきているという形になります。で、あたまたですね、あの、最初にですね、ハシコップのご紹介の時にですね、まあ、クラウドの運用を自動化する会社ですという話を少しご紹介しましたけれども、まあ、こういったですね、あの、運用をですね、いかに人を介さずに、 あの、まあ、API ドリブンな形で自動化をしていくかといったところに関してはですね、まあ、今、ここに左に書いてある、ボルト、コンサルだけではなくてですね、まあ、テラホーム、パッカー、その他、バウンダリー、いろんな製品を含めたですね、まあ、ハシコープスタックを全般的にですね、活用いただいてですね、あの、まあ、運用していただくところを最も得意としているところでございますので、こういったですね、あの、お客様が求める機能といったところを、ま、会社を挙げてですね、セキュリティに関しても提供しているというふうにご理解いただければと思います。 それではですね、あの、先ほどのお話あったですね、あの、セキュリティのワークフローに関してですね、少しあの補足しながらお話しさせていただきたいと思います。はい。で先ほどのですね、あの、桜井さんのスライドの中でですね、まあ、AWS のサービスを活用して、いかにですね、データ保護をしていくかといったところで、あの、まあ、順を追ってですねあの、説明いただきました。で、こういったところをですね、あの、まあ、データを安全にあの移動するか、いかにこう、データの機密性を維持するか、まあ、クラウド内でデータを安全に共有する、 認証認可をどうしていく、まあ、コンプライアンス、監査どうするかと、まあ、こういった部分をです、ねまあ、いかに対応するかといったところに関しては、あのお話しいただいたような形の AWS さんのサービスで,です、ね、一応ベースラインとしてはです、ね、いろんなサービスと AWS の,の方であでご提供いただいているといったところがあります。 で、我々ですね、ハシコープとしましてはですね、まあ、こういったですね、AWS のサービスをですね、まあ、そのままご利用いただくパターンももちろんたくさんのお客様でいらっしゃると思いますけれども、まあ、これをですね、より今後ですね、あの、まあ、戦略的なセキュリティのビジョンだとかですね、まあ、今後こういった運用をですね、まあ、会社としてどう、あの、AWS 以外のハイブリッドの環境も含めてですね、まあ、巻き取っていくかといったところを考えたときにですね、まあ、ハシコープとしての価値をご提供できるというふうに考えています。 まあ、すなわちですねあの、クラウド運用の成熟度がどん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 高まってくるとですね、いわゆるですね、あのまあ、通常の,あのこれまでのですね、AWS のウェブのコンソールを使ってですね、運用ではなくて、だんだん自動化だとかですね、あのいろんなセキュリティのクレデンシャル管理の自動化。 といったところをですね、組織を挙げてしていかなければいけないフェーズというのがきます。まあ、これをですね、ハシコープとしてはですね、まあ、いわゆるクラウド運用の標準化のフェーズというふうに呼んでおりますけれども、まあ、こういったですね、あの標準化を目指す、まあ、成熟度がだんだん上がってきた組織においてはですね、じゃあ今後どういうふうなビジョンを持ってですね、セキュリティ対策していかなければいけないかといったところをですね、いくつか挙げさせていただきました。で例えばですけれども、あのハイブリッド環境、AWS の環境はもちろんですね、あの、 運用としてありますと。で、ただしですね、データとしては、データサブランティの考え方とか様々な、さまざまな、いわゆる規制、さまざまなものによってですね、まあ、どうしてもハイブリッドな環境を運用しなければいけないパターンというものですね、まあ、日本の会社様含めてですね、たくさんいらっしゃいます。まあ、そういったですね、ハイブリッドな環境やですね、は、ま、たまたですね、クーバネテスなどですね、いわゆる単に仮想マシンだとかですね、サーズとまた違う、まあ、コンテナというですね、まああの まあ、コンテナプラットフォームのようなですね、まあ、そういった様々なあのアプリケーションプラットフォームがある下手ような環境においてですね、まあ、一貫したワークフローをいかに築いていくかといったところが、まあ、非常にですね、大きな課題になります。で、こういったところがですね、あの、ワークフローが分散してしまいますとですね、あの、AWS の環境とオンプレミスの環境を繋いでいるところもですね、ところにまあ、セキュリティの運用の中での、まあ、 マニュアルの作業だとか、まあ、人的なですね、ミスが発生し得る場面が出てくる可能性が高まりますし、まあ、そういった部分のですね、一元的な管理とか可視化といったところはですね、まあ、非常にまあ難しいというようなケースが増えてきています。まあ、そういった中でですね、あの、これらのハイブリッドな環境で一元的な管理可視化を含め人を介さないですね。まあ、先ほどお話しした通りですね、 人が介することによるシキュリティインシデントというのは最近やはりどうしても増えてきておりますので、まあ、API ドリブンな自動化の環境をいかに構築していくかといったところ、まあ、はたまたですねあの、ジャストインタイムなクレデンシャルで、例えばですけど、あのまあ、シークレットのローテーションをしようというようなあの、まあ、規制というかですね、いわゆるガイドラインというのはよく出てはいるんですけども、いざなかなかですね、ローテーションしようとしてもですね、まあ、それがですね、マニュアル作業になってしまうとですね、まあ、どうしても、あの まあ、人の手がかかることによって時間がかかってしまうとかですね、まあ。なかなか、あの、セキュリティの、そういった作業をすることが、あの、まあ、後回しになってしまってですね、危険な状態が増えてしまうといったところをですね、まあ、防ぐためにですね、まあ、その場しか使わない、まあ、ジャストインタイムクレデンシャルというのは、あの、いわゆる我々はダイナミッククレデンシャルというふうにも言いますけれども、まあ、よくあるですね、あの、スパイ映画とかでですね、まあ、何かメッセージが送られてきた後にですね、まあ、5秒後にこのメッセージは自動的に消えますと。 いうような形でですね、あの、提供できるような、クレデンシャルとしてもですね、実際に運用が入ったタイミングで何か作業をするタイミングだけ権限を渡す。まあ、そういったクレデンシャルを導入するといったこともですね、今後セキュリティ対策のビジョンとしては必要になってくるだろうというふうに考えます。で、またですね、あの、こういった、まあ、あの、ジャストインタイムクレデンシャルもそうですし、まあ、こういったですね、ダイナミッククレデンシャルを提供できないものに関しては、 ローテーションをいかに自動化にするか。まあ、こういったローテーションの自動化の中にはですね、単にクレデンシャルだけではなくて、まあ、シークレットという中に含まれるまあ証明書だとかですね、まあ、鍵みたいなものもですね、いかにこうローテーションするかといったところもあの考えなければいけないポイントになります。ではたまたですね、まあ、こういったですね、あのまあ、全体的な運用、まあ、単にクラウドだけではない、さまざ、あ、まですね、まあ、クラウドでもですね AWS だけではない、サードパーティーの SARS も含めて、ハイブリッドの環境も含めて、まあ、そういった部分をですねあの、一貫したワークローをつくう上でですね、 まあ、いかにこうスケーラブルなアーキテクチャでですね、そういったものを実現するかといったところが、あの、これから、あの、こういったですね、戦略的なセキュリティビジョンを作っていく上では必要になってくるという形になりますで。そこでですね、あの、活躍する、まあ、きっとですね、あの、ご支援をさせて、皆さ様お役に立つのが、今日ご紹介するこのボルトという製品になります。このボルトというのはですね、あの、まあ、s e c r e と呼ばれるですね、クレデンシャル例えば証明書、 あとはですね暗号化のキー、まあ、そういったものを含めたです、ねまあ、シークレット情報を、ですねあの、まあ、世に出てはいけないすべての情報を、まあ我々シークレットというふうにシークレットというふうに呼んでおります。はい

声がおかしいかもしれないです。あすみません、聞こえます。ちょっと左右今、2、3分ぐらいずっと変でしたね。画面もちょっとおかしかったです。 あすみません、ちょっとネットワークの関係かもしれません。ごめんなさい、ありがとうございます。そうですね。ちょっとじゃあ、すみません、あの、そうですね、少しじゃあ話を戻しますと、えっと、このボルトの説明ぐらいからですかね、イメージ。うん、そうですね。はい。 そうですね、ボルトというのはですね、あのハシコープが提供するまあセキュリティーオートメーションのスタンダードという形で、まあ、非常にまあ世の中的にも知名度の高い、まあ、実績の多い製品となっております。で、あのボルトがかあの管理するです、ね、シークレットとしてはですね、まあ、性的なスタティックシークレット、ダイナミックシークレット、またデータベースの,あのシークレット情報、パスワードですね、クレデンシャル、そういったものをですね、ボルトで管理することがで,できます。またですね、Kubernetes の,のシークレットも管理できますで。それに加えてですね、PKI の証明書。 とかですね、そういったものもです、ね、ボルトで管理することができますし、えっと、先ほど少しあのディスカ暗ゴ化のところの話を少ししましたけれども、あの鍵の管理だとかっていうところで言うとです、ね、KMIP だとか、あと HSM の連携みたいなものもです、ね、ボルトでは可能になります。でまたです、ね、こういった鍵の管理だけではなくて、あのデータプロトクションの観点からすると、あの暗号化だとかです、ね、あのそういった機能もです、ね、ボルトで提供することができます。はい はいで、ボルト自体はですね、まあ、こういった形ででさまざまな機能を提供することによって、ですね統一したですね、ワークフローをですね提供することにより,よりまして、あれすみません、声聞こえてます聞こえてます。あ良かったです。ちょっと画面がつながってしまった、えっと。統一したワークフローを提供することによってですね、 あの会社としてですねセキュリティを自動化する上で必要な機能といったものを備えたものがこのボルトというプロダクトになります。はい、ちょっとすみません、一瞬ちょっと。はい で先ほどの桜、ねまあ、井さんのスライドと合わせてです、ね、少しあのご紹介させていただくとこういった形になります。端、えっと、コープをボルトの、ボルトを活用していただくとです、ねまあ、いわゆる AWS のさまざまなサービスをです、ね、置き換えるというわけではなくて、さまざまなです、ね、AWS 様が提供しているサービスと連携してです、ねまああの、ハイブリッドな環境だとか、まあ、自動化、API を使った自動化、ダイナミックシークレット、まあ、あとはですね、 あのボルトを中心としたエンクリプションアーザーサービスというような形で,です、ねあの、データ保護に関してはです、ね、保管関係にあるというふうにご理解いただければいいと思います。でしたがってです、ねあの、AWS の,の HSM との連携だとかです、ね、軽 s との連携もボルトができますし、AWS の ボルトを使うところの最もいいところはです、ね、まあ、ここにアイコンで書いてあるところでご理解いただけると思うんですけれども、すべてのこういったです、ね、セキュリティに関わる、こういったそのシークレットに関わる部分に関してはです、ね、一元的に管理することができるのがこのボルトという製品になります。でしたがってです、ね、あの何か事故が起きてしまったという際においてはです、ね、このボルトを使ってですね、まあ 危ない鍵に関しては、即座に予防することができますしあの、何か事故が起きた後の監査、そういったログもですね、ボルトを中心にですね、ボルトから発行されたログをですね、クラウドウォッチ、さまざまな AWS のサービスに連携する、もしくはですね、データドックとかさまざまなサードパーティーの ISB の,あの、まあ、そうですね、プラットフォーマーにですね、データを投げることによってですね、それと連携してですね、オーディットの部分に関しても、強力にですね、えー 保管することができるといったところがこの端コこプボルトと AWS の連携になります。はい。で、じゃあそれではです、ね、簡単にボルトの仕組みについて少しご紹介します。で、このボルトなんですけれども、えっと、コンポーネントとしてはですね、クライアントとですね、まあ、認証プロバイダーと、あとまあ、ポリシー、ロール、あとはですね、シークルートエンジンというこの4つのコンポーネントを中心にですね、あのワークフローを形成します。で、どんなですね、あのまあ、もの、 であっても、まあ、例えばアプリケーションであっても、人であっても、ものであってもですね、まあ、ボルトにアクセスするものをクライアントというふうに呼びます。で、このクライアントがですね、まずですね、ボルトにアクセスをしてトークンの発行の依頼をします。で依頼をしたときにですね、このクライアントが正しいクライアントかどうかというのをですね、まあ、認証プロバイダーという、まあ、オースメソッドというふうに我々言ってますけど、その認証プロバイダー、例えば、 えっと、オクタとかですね、あとは LDAP とかさまざまなあの認証プロバイダー、IDP もありますし、例えば、そのアプリケーションであれば、JSONWeb トークンをですね、まあ、認証するような形でですね、あのまあ、いわゆるアプリケーション側の,あの認証もですね、まあ、サポートしておりますで。そういったですね、クライアントがですね、ボルトに対してあの、まあ、認証が通ったらですね、 この認証が通ったクライアントにどういった属性、ロールが割り当てられているかといったところをボルトの中でポリシーとして定義しておきます。で、このポリシーにのっとってですね、このクライアントが操作するあの内容に応じてですね、これもまたシークレットエンジンというですね、さまざまなあのサードパーティーとの連携が可能になっているプラグインがございまして、例えばですけども、えーまあ、AWS であればですね、AWS のシークレットエンジンを使うことによってですね、 まあ、IAM のですねあのあのキーの発行みたいなところですね、ボルトがあが代理してですね実行するという形になります。でそうすることによって、ですねべてのワークフローがクライアントオースメソッドを経由して、ポリシーにのっとっ,った形で、シークレットエンジンから払い出せれる鍵、まあ、トークンをですねあのクライアントに渡すといった一連の流れを、このボルトを使って、ですねあのワークフローとして、これはもうクラウドに関わらず、あのどんな環境においてもあの作ることができるというのが、このボルトの仕組みになっています。 でボルトのユースケースとしましては、ですね、まあ、先ほど少しあのお話しさせていただきましたけれども、あのシークレットマネジメントというですねあのシークレットの運用だけではなくて、アプリケーション暗号化という形で、ですね、えーまあ、エンクリプションアンサーサービスという形で、ボルトに対して簡単なデータを投げることによって、暗号化サービスをボルトの方で提供することができます。まあ、これ何がいいかというと、ですね、まあ、あの各々のアプリケーションに暗号化ライブラリを置くのではなくて、まあ、ボルトで暗号化を操作させることによって、ですね、まあ、暗号の期待化だとかですね、 まあ、さまざまなあのセキュリティインシデントが起きた際においても、ボルトを中心にですね、まあ、あの監査、確認していけばいいという形で、まあ、セキュリティにとを考えたときには、非常に、まあ、あの運用のです、ね、メリットのあるあのアーキテクチャを構築することができますで。さらにはですね、アイデンティティベースアクセスという形でですね、あのまあ、単にです、ね、AWS だけではなくて、他の SARS 製品だとか、まあ、オンプレのシステム、まあ、さまざまなあの、まあ、サービスに対してアクセスするときにですね、まあ、人を中心とした クライアント、まあ、エンティティとしてですね、まあ、ポリシーを定義することができますので、誰々さんがアクセスするアプリケーションは、例えばあ GitHub であり、AWS のこのサービスでありといったところを、ねまあ、ひとまとめにして、ですね、ユニファイドアイデンティティという形で VolT を使ってですね、運用することができるようになります。はい、で今日はです、ね、ちょっとあの時間の関係もありますので、1個だけデモを。 2つデモをお見せしてですねあの終わりにしたいと思いますけれども、まずはですね AWS の連携ということで、まあ、最も基本的な部分ではあるんですけれども、AWS のシークレットエンジンというもののですねデモをご紹介させていただきたいと思います。で先ほど申し上げた通りですね AWS とボ o l t の連携のこの AWS シークレットエンジンを活用させていただくと、ですね、まあ、管理者がです Bolt、ね、にポリシーの設定をしておくと、ですね、まあ、あるアプリケーション、もしくはこれ人でもいいんですけど、人がボ o l t にアクセスをしてリク,クレデンシャルをリクエストをすると、ですねこのト o l t がです、ね、このアプリケーションに必要 そんな権限を持った、えーまあ、シークレットキーをですね、まあ、AWS との大体、まあ、プロキシになってくれてですね、でこの AWS からあの獲得した、えー、キーをですね、まあ、アプリケーション側に渡すと。でかつですね、まあ、TTL だとかですね、あの更新可能かどうか、まあ、そういった部分をですね、まあ、ボルトの方で制御した形で、まあ、アプリケーションもしくは人に渡すといったことができるようになります。はい。はい、じゃあ、それではですね、ちょっと簡単にあのデモをお見せしますけれども、 まずちょっとあの見ていただきたいのはですね、えっと、これがですね、あのボルトの画面になります。でこれはですね、あのボルトはあの先ほど申し上げ,あの申し上げたとこ忘れましたけども、あの基本的には API ドリブンなアーキテクチャで作られておりますので、こういった自由で操作するというよりは、コマンドラインだとか API、まあ、はたまたです、ねまあ、テラホームのような自動化ツールを使ってです、ね、設定する、まあ、そういった形で運用することが基本的には多いです。で今日ですね、あのまあ、もうすでに AWS シグレットエンジンの設定が終わっておりますので、まあ、こんな感じでですね、例えばあの今ですね、ごめんなさい、クライアントとしては今、私の PC からこのボルトにアクセスをしています。従ってですね、えっと、例えばですけど、このボルトのすでに認証をあの設定をしておりますので、この認証設定をした私のこの PC からボルトに対して、 まあ、あのアシュームロールでですね、まあ、クレデンシャルを発行するというコマンドを打ちます。まあ、そうするとですね、まあ、こんな形でですねあの、アクセスキーはこれで、えーとまあ、シークレットキーはこれであの、セキュリティトークンのてはこうですよと、とかつ TTL としては1時間ですよというような形でですね、あのまあ 鍵をですね、まあ、リクエストするたびに、ですねつどつど発行してくれます。なので、まあ、1回目、2回目発行するたびに、また別の鍵をですね毎回毎回あの、まあ、いわゆるワンタイム、ですねジャストインタイムのですねクレデンシャルを発行するといったことをこのボルトがやってくれます。でもちろんですね、えっとまあ、GUI でですねこれを実行することもできまして、まあ、例えばですけど、こんな形でですねジェネレートってすると、ですね、まあ、こういう形でですね、まあ、アクセスキーとかシークレットキーとかセキュリティートークンみたいなものを発行してくれるという形になります。 で、実際ですね、じゃこのトークンが使えるかどうかっていうのを見ていきますけれども、うん、えっと、例えば、えっと。ちょっとすみません。よいしょ。で、今、アクセスキーとしてですね。アクセスキーはしたた。ごめんなさい。よいしょ。よいしょ。 えっ すみません, <laughs>、うん。あ、ごめんなさい。よいしょでセッショントークンをですね、これをクッして、ピッと、まあ、こんな感じで貼り付けますと。 そしてですね、AWS コマンドでですね、かなりあの権限の限られたあのトークンとしてこれ発行してますので、EC2 のこういったコマンドであの、まあ、リージョンの情報を取ってくるみたいなところをですね、あのやるといったときにですね、これでアクセスできましたと。もともとこのセキュリティの,この環境変数をセットするまでですね、アクセスできなかったので、まあ、こんな感じでまあアクセスできるようになりましたといったところで、えっとまあ、こういったですねあの、鍵の発行をですね、まあ、ジャストインタイムでできるといったのがですね、この、あのまあ、 A. W. S.、えー AWS、のシークレットエンジンになります。はい。はい、で、ちょっとですね、今日もう時間もありませんので、簡単にですね、あの、新しい、あの、製品のご紹介だけしてですね、最後終わりにしたいと思いますけれども。えっと、最近ですね、あの、今年の6月にですね、ハ、え、シ、ー、トコックス、あ、間違えた。えっと。 ハシデイズというです、ね、あのイベントがありましてです、ね、そこで発表になった新しいサービスでですね、HCP ボルト・シークレッツというあの新しいサービスが出ました。でこれはですねあの、今ご紹介したようなボルトをです、ねまあ、s a ー s 型で提供するです、ねあの、かつキーバリューストアの,です、ね、の s a あ s サービスとして提供されるものでして、まあ、現在ベータとして提供されております。でこれ何がいいかというとですね、あの特にです、ね、このボルトの,あのシステムの運用とかをせしなくてもです、ね、s a ー s 型でこのシークレットのキーバリューストアとしてですね、 えーまあ、シークレットを取得するための,あの機能を使えますので、かつですね、あの後で少しごめん画面見せますけれども、このシークレットを保存したものは、ですね、まあ、AWS の,あのキーマネージャーとかとですね、あのまあ、連携すると、シークレットマネージャーとあの外部シークレットのものとシンクするような、そういった機能もあの入ってきています。はい、よいしょなので、えーとまあ、ちょっと簡単に画面だけ紹介しますけれども、こんな形でですね、まあ、AWS シークレットという形で、えー、とアプリケーションを作ってですね、例えば、 で、ここであの、まあ、シークレットという形で、例えばユーザー。こんな感じであのパスワードをセットした、まあ、キーバリューストアみたいなものをですね、あの環境として用意してあげるとですね、まあ、今回は何が面白いかというとですね、えっと、VLT コマンドというですね、あの まあ、新しいコマンドをです、ねまあ、コープの方であの開発しまして、まあ、より開発者の人たちがです、ね、簡単にです、ね、あのこういったです、ね、キーバリューストアからです、ねまあ、アプリケーション側としてデータを取ってきやすい、まあ、そういったです、ね、仕組みをです、ね、あの準備しています。従ってです、ねまあ、今設定したです、ね、ユーザーとかパスワードみたいなキーバリューストアがです、ね、このコマンドからです、ね、クラウドから取ってきてです、ね、どういったあのキーバリューストアを持っているのか、またですね、うん あのまあ、いわゆるこの PC を環境フェスに入れるといったことを自動的にするような、こういったところもあのできますので、まあ、非常にです、ね、あのユーザー、開発者フレンドリーなです、ねまあ、インターフェースとして、こういった新しいサービスをあの提供していますと。でかつです、ね、これは AWS の,あのシークレットマネージャーとも連携ができるような形になっています。はい、はい、すみません、ちょっと時間があのなくてあと、またちょっと音声が。 あの途中おかしくなってバタバタしてしまいましたけれども、端、えっとまあ、コップのでボルトはですね、まあ、進化するニーズに合わせて拡張ができます。で、まあ、こういった形でですね今のようなシークレットマネージャー、h c p ボルトシークレットのような、まあ、導入フェーズで使うようなものから、ですね、まあ、企業の標準化。 拡張フェーズで使うもの、そういったものをです、ね、分けて使っていただくことができますし、まあ、こういったボルトはです、ね、AWS のサービスと連携して、よりセキュリティの自動化というのを補完します。でまたです、ね、人を介在しない自動化のアプローチをするのに非常にまあ優れた機能をですね、まあ、API ドリブンな自動化の機能を持っています。また、あのクラウドの利用の成熟度に合わせてです、ね、ハシコップのボルトがです、ねまあ、今後のクラウド戦略、セ,セキュリティ戦略の,あのお助け。お助け お助けすることができるというふうに我々は信じておりますので、ぜひです、ね、何かお困りの際はです、ね、エダベスはじめ、我々の方にお問い合わせいただければというふうに思います、はい。すみません、ちょっと時間いっぱいになってしまいましたけれども、えっと、私の方からは、えっと、以上になります。何か、すみません、えっと、もうあと2分ではありますけれども、ご質問あれば、ね、Q&A のところに書いていただければと思います。<laughs> 大丈夫ですかねすみません。ちょっと、あの、もしかしたら音が聞こえにくくて、買、うん、ったかもしれませんが。あと、またですね、ちょっと私も焦ってしまったので、最後早口になってしまいました大丈夫ですかね机の方。 はいまあ、そうですね、ちょっとあのちょうどあと1分ぐらいありますので、あの時間まで待って、あの特になければあの時間通り終わりにしたいと思います。 はい、それではです、ね、次回になりましたのであの、本日これで終わりにしたいと思います。どうもご参加ありがとうございました。